久保さん、帰ってきたらしいじゃないですか。リターンズですね <laughs>。帰ってこれた理由にしましょうか。帰ってこれた理由っていう。まあ、久保さんが発信してたからですね。久保さんが何も発信していなかったら、ね、メールアドレスも公開していなかったら、どこに帰るんですか住所がなくて、どこに帰るんですか 家に帰れる理由って住所があるからじゃないですか場所を知ってるからじゃないですかそれ知らなかったら帰れないですよね、まあ、何が言いたいのかっていうとあの、まあ、さっきねコンサルしてたんですけどまああのまあメッセージが入ったんですよどういうメッセージが入ったかっていうとすいません吉谷さんと、まあ、今日のコンサルですけどもあの全然一歩もう進んでませんと で、吉谷さんのお時間を無駄にするわけにはいかないので、今日のコンサルはちょっとなしに、みたいな話でメッセージ来たんですけど、まあ僕そのメッセージを読む、読まずに、まあ時間になったんで、まあそのスカイプの電話入れたんですよ。で、スカイプの電話入れて、で、そのメッセージ確認して、でそこは結局2、30分セッションしたんですけど、まあその方にも言いましたけど、その結局そのここにいるよっていうことを提示しなければ、誰も、 わかんないですよ。まあ今クラ、クラファンとかね、クラウドファンディングとかもありますけど、いや、こういうことをやりたくて、えー、こんなことをしたいなんて言わなかったらお金集まんないですよね。どうですか。何、何者なのか、何やりたいのかわかんないのにどうやってお金あげるんですか。とだか募金とかもそうで、こういう理由でここに募金します。阪神、淡路、まあ古いか。まああの、東北大震災、あとはなんかあの、コロナのあれでとかね。 あ、じゃあそれに寄付されるんだって分かるから寄付できるじゃないですか。じゃあこのお金はカンボジアに行きますとかね。えそれどこに行くか分かんなかったらなかなか寄付できなくないですか。俺のお金どこ行くねみたいな。<laughs> どうすかなんか緑の羽の募金っていうね。なかそ,のそれもまあそういう人たちに行きますよとかね。なんかそういう名目があるからあのお金はあの募金しやすいですよね。じゃあもしこれがでしょこれが 募金する上で、いや、この募金は、僕に、あの、なんだ、この募金は、なんだ、うーん、うーん、今から風俗行きたいんで、ね、い,いかがわしいことしたいんで、あ、じゃあも、もっと極端な例にしましょうか。今から犯罪をするんで、その犯罪するのに、レンタカー借りる金がないので、募金してくださいっていう名目だったら、募金します。申し上ますね。 募金する名目が今から犯罪を行いますと。だけど犯罪する上でちょっとレンタカーを借りたいと。あと包丁を買うお金が欲しいと。っていう募金があったらあなたは募金しますか多分しないですよね。どうすかうん。だからその、うん。人はその、なんだろうなうん。まあちょっと話、今の例え話じゃない方がよかったな。ちょっとオチがね。 ぐちゃぐちゃになっちゃったな。まあ実はね、もっと裏を返すと、前ね、あの、クラウドファンディングかなんかで、あの、ちょっとこういうとこ行きたい、旅行行きたいからお金くださいみたいなね。あ、違う違うもっとなんだっけな、あの、な、なんかね、あの、ガソリン代くださいみたいなのもあったんですよ。で、その、ガソリン代くださいだけで、なんか6000ぐらい集まってて、すげえな、みたいな。 ガソリン代、いや、ここに金行きたいんですけど、ガソリン代ないんで、みたいな <laughs>。あ、それでもお金投げるしいいんだと思って、面白いなと思ったんですけど。まあ、要はやらなければ、あのー、まあ、何も生まれないし、その、やる目的は何なのかっていうところも大事で、大事だってことですよね。うん。例えば、 この商品を売るにしても、この商品はあなたにどういうメリットがあるのかっていう、明確的な目的、理由とかそういうのがなければ、そのお客さんがそれを買った時のメリットも感じないじゃないですか。じゃあ、この商品はあなたにど,どういう影響をもたらすのっていうのがわかんなければ、お金払いづらいですよね。うん。ん。とにかく発信する。そして、まあ、久保さんもね、あの、億万長者になれた理由は、即可塾の久保ですと。 速解塾ではこういうメリットがある。即解塾に入るとこうだよって言い続けてますよね。わかりますうん。だからまあ,あ、お金稼ぎたいんだったらあ、発信しとけばいいんじゃないかなと思います。ここに。まず最低限として、最低限として、あのここにいるよっていうことがわからないと何も始まらないってことですね。住所がわからないにどうやっていくんですかと。無理ですよ。絶対無理。住所わかんなくてどうやってたどり着けるんですか 分かんないでしょ、うん、誰もわかんないのに、聞いても誰もわかんないわけじゃないですか。ね、聞いても誰もわかんない。地図、Google マップで入れられない。どうやって行くねんっていうね。<laughs> どうやって行くねんっていう。<laughs> それは無理ですよね、うん。だからまあ、自分の居場所を示せと。自分はここにいるよと。く広島の久保ですと。最初速即可職なかったわけですよ、ね。広島にいる久保なんですよ。 広島に久保さんっていう人はどれだけいるんですかねわ <laughs> かんないですけど。ただ、広島にいる久保さんっていうのはこういう顔で、こういう声で、こういう人なんだっていうね、発信すればわかるし、まあそれ顔出ししてればですけど、まあ顔出ししなくても音声だったらこういう音声の人なのかってわかるだろうし、まだ発信しなければ何も帰ってこないし、何も帰れないし、お金も来ないし、何も来ないってことですね。何も引き寄せられないってことです。 iPhone、スマホを持たなければ、ね電波、スマホの電波は受信できないですよ。これでいいんじゃないですかね。最後まとめるとするならば。あなたがスマホを持たなければ、電波は受信できないと、スマホのね。そうじゃないですか。ソフトバンクで契約しなければ、ソフトバンクの電波は受信できないんです。ね。じゃあ、au の、ね、スマホを持ってたとしても、ソフトバンクのできないでしょう。 まあ今はね、キャリアでその電波を分け合うみたいなのもあるので、ちょっとそれ例外ですけども <laughs>、ね、うん、はい、帰って、うん、来れる場所を発信しましょう。いってらっしゃい。